大リーグ機構は7日、日本時間8日15日、同16日にテキサス州アーリントンで行われるオールスター戦の出場選手を発表。日本選手ではカブスの今永翔太投手、30が初選出された。ファン投票ですでに選出されているドジャース・大谷翔平投手、30と同じチームで共闘することになる。 日本選手でメジャー移籍1年目にオールスターゲームに選出されるのは1995年野茂デオ1年のイチロー、3年の松井秀樹、07年の岡島秀樹、08年の福留孝介、12年のダルビッシュ優14年の田中将大、23年の千賀滉大以来、2年連続9人目。球団の新人では2015年のクリス・ブライアント、現ロッキーズ。 以来9年ぶりとなった今永は今季16試合に登板して7勝2敗防御率3.16と安定した成績を残していた今永はこの日米メディアの取材に対し応援してくれているカブスのファンにも日本のファンにもいいニュースを伝えることができると思いますと意気込みを口にした ファブスの公式 X はクレイグ・カウンセル監督がナインの前で今永が救援に選出されたことを伝える場面の動画を投稿。今永はスピーチの冒頭で、レディースジェントルメン、ボーイズガールズと英語で話して9の爆笑を誘った。続けて日本語で選ばれたからにはしっかり胸を張って、鹿児島